続いてはちょっとですね、今まで松尾さんに限らずこの質問が出るのは珍しいんですが、ストーリー以外で FF14 で良いなと思うところはどこですか。いつも吉田 P がタジタジになってるイメージがあるので、たくさん褒めてあげてください。お、優しいな。いや、褒めるところはもうたくさんあって、もうまあまあグラフィックはね、いくら褒めてももうしょうがないぐらいに打ち切ってるんですけど、まあストーリーになっちゃうのかな。ヨシガルト編をその 3.55 まで通して、終わって、まあ、評価を再評価した時に最初に読んだ時かなだと思うんですけど、だけど僕はそのネタバレあってごめんなさいね、某アルフィノちゃんが、すごくそのもう何だろうな、今までの自信がもう全部崩れてプライドがなくなっちゃって、肩を落として、でその自分がいかにダメだったかってことをこうとすとと語るシーンがあるんですね、もう負けになったシーン、僕あのシーン大好きで、でこれを書いた前広は超あいつはねすごく成長したなって言ったことあるんですよ、はい、そしたらヨシピー何て答えましたか。それ言うんですか、はい、言うんですか。言いましょうよ。僕が来ましたはい、以上です。ありがとうございます。俺褒めたのかな。褒めました。いや、すげえ褒められたんですよ。で、どうしよう、どうしよう。すごい褒めてくれてるって。だって、でも、書いたんだもん。まあ、事実ならしょうがないですね。いや、やっぱ、アルフィノのに対しての思い入れは、僕が多分一番強いんです、プロジェクトの中で。日頃からおっしゃってますよね。なんで、アルフィノのセリフは、まるっとリライトしちゃうことが一番多いです自分で。もうそのこう変えてほしいとかこういうセリフにしてほしいじゃなくて、このセリフにしてほしいって言って、とにかく こんなに急にね、アルフィのね、みんなすぐ調子に乗らせようとする、真っ先に駆け出そうとしたりすぐに前に出て場を仕切ろうとみんな ね相変わらずさせたがるから、だから何を学んだんだよアルフィのはって言ってそれアルフィのに対しての理解が僕一番多いんですよ、はい、なるほど、褒めてみました。ありがとうございます。ただエンタープライズ発信書いたのはマイヒロです。いや、あれは俺ももう屈指の名シーンだと思ってて、あはなかなかなんだろう、小僧なんでお前戦闘行ったって。でもあれがあるからアルフィノだって今でもほら語られるじゃん、あれと全てはエゴルゼアのために、はい、あんまり俺これ前広のこと話をすると明日何やないか分かんないからそうです、ね、怖いの、ね、もちろん前広のシナリオはもういやそうなんですよ、でも前広にもできるんですよね本当に。いやでも違う、印象的なっていうのはそういうことまあまあまあそうそう、で前広もテレ屋さんで、そうテレ屋なの、トイレでたまたまね、そのファンフェスの時に、はい、トイレかな、あファンフェスじゃない違う、その前の、14年のファンフェスだ、ゲストに行った時にトイレでたまたま前広がいて、いや前広よかったよって言ったら、おしっこしながら、いやそんなことないっすよって言ってて照れるなよって思いながら、なんでしょうね、お兄ちゃんに褒められ急に褒められるとこうなんかそんなことないよ別に、おしっこ止まっちゃったみたいな照れ屋ですよね、ありがとうございます、はい、